皆さんこんにちは、アイキャドのサイです。本日は2021年度共通テスト 2B 第4問を解説していきたいと思います。まず括弧1ですが、まず AN と AN たす1と BN を考えます。こちらはこの条件から等差と等比の一般項を用いると簡単に解くことができますので、解いていきたいと思います。このように等差と等比の一般項を用いると簡単に解くことができます。こちらの an たす1はここの n が n たす1に変わっただけなので、このようになります。次に問題文に bn 分の bn たす1が r であることから、10の両辺を bn で割ることによりが成り立つことがわかると書いてあります。なので誘導に乗りながら、こちらの10の両辺を bn で割ってみたいと思います。割ると次のようになります。BN で割るとこのようになります。ここからですが、問題文に書かれている通り BN 分の BN たす1が R なので、このあたりを R と置き換えながら変形していきたいと思います。このように BN 分の BN たす1イコール R を用いて変形していくとこのようになります。ここから問題文に書かれている通り40に20と30を代入します。20はこちら、30はこちらなので、そちらを代入していきたいと思います。マークの形に合わせる必要がありますので、代入して変形していくとこのようになります。ここから50が全ての n で成り立つこと、および p が0でないことにより r が2を得る。さらにこのことから p イコール9を得ると書いてあります。なぜ r が2になるかというと、全ての n でこちらの式が成り立つ必要があります。そうなるためにはぶっちゃけどちらも0となるしかありません。こちらの r-2p の部分が0となれば n にどんな値を代入しても0となります。その時こちらも0となれば n がどんな値であろうが、この式が成り立つことがわかります。なので R が2を代入して P も求めていきたいと思います。このように R イコール2を50に代入して解いていくと P が3となります。これが括弧1の答えとなります。それでは括弧2を解説していきたいと思います。まず括弧1で P が3、R が2と求まってますので、AN と BN は一般項はこのようになります。ここからまず AN と BN の初項から第 N 項までの和を考えます。こちらはシグマの公式で考えていったり、等比の和で考えていくことができますので、解いていきたいと思います。このようにこちらの部分はシグマの計算を用いるとこのように、こちらの計算は等比数列の和を考えるとこのようになります。これが括弧2の答えとなります。それでは括弧3を解説していきたいと思います。括弧3はまずこちらの式が出されています。ここから cn たす1イコールのような形に変形していきます。こちらとこちらに cn たす1がありますので、まずこちらのない部分を右に持っていきながら計算していきたいと思います。このように変形していくとこのようになります。次にこの数列 cn がどういう数列かを考えていきます。この形はもちろん等比数列の形となります。ただこちらの公比の値によって答えが変わってきます。なので先ほど an は 3n と求めていますので、こちらの an や an たす1の値がわかります。なので代入してみたいと思います。このように変形していくときれいに 3n たす3が約分されますので、
CN+1=4CN となります。したがってこちらは公費が4の等比数列となりますので、他に当てはまる答えが2番となります。これがカッコ3の答えとなります。それではカッコ4を解説していきたいと思います。カッコ4はこちらの式が出されています。まずカッコ3のようにこちらの式を変形していきます。ひとまず DN+1=のような形となっていますので、そのように変形してみたいと思います。このように DN+1=のような形にするとこのようになります。ただまだマークの形ではありません。ここからですが、 BN が求める答えにないことがわかります。さらに R が2であることからと書かれています。どういうことかというと、カッコ1でこちらの式を利用して変形していきました。今回 R が2と分かっていますので、 BN 分の BN+1 は2となります。なのでこちらの部分が2となりますので変形することができます。なので変形していきたいと思います。このように BN 分の BN+1=2 を利用するとこのように変形することができます。最後に数列 DN が公比が0より大きく1より小さい等比数列となるための必要十分条件を考えていきます。まずこちらが等比数列になる必要があります。前化式の等比数列の形はカッコ3のような、このように丸に定数が入るようなこの形の時に等比数列となります。なのでこちらの U が0になる必要がありますので、まず U が0であることが簡単にわかります。次に公比が0より大きく1より小さくなる必要があります。なので公比が今回こちらの9分の2となっていますので、こちらの9分の2が0より大きく1より小さくなればいいことがわかります。なのでそこから解いていきたいと思います。整理するとこういう時に条件を満たすことになります。あとはこちらから9の範囲を出していきたいと思います。計算するとこのようになります。なぜここでこのようなことをしたかというと、一応こちらの9がマイナスになる可能性もあります。あとでこちらを9倍するのですが、そちらの9がマイナスだと不等号が反対になる恐れがありますので、少しくどいですが簡単に9が正であることを示しました。このように計算していくと9が2より大きくなります。これがカッコ4の答えとなります。以上で今回の解説を終わります。